県西南、プイ族ミャオ族自治州は中華人民共和国奇襲省、西南部に位置する少数民族自治州。もともとチワン族と関係の深い大語系のプイ族住居地帯で、秋代には、安順軍民府の広市安江、安南英などが設置される都市支配地であったが、真の県隆帝時代に、天災や戦乱などで、現、県東南内族族自治州一帯に住むミャオ族が、 移住してきた。新大には、紀州省、協議府などが設置されて、直接統治地域となり、民国時代から新中国初期には、自治州は設置されていなかったが、1956年県、南の遺族内属自治州に属し、1982年5月1日に、現自治州が成立した。中国の少数民族自治州としては、最も新しい。に研究、し。 六県を管轄下に置く。法人選区、競技選区、競技地区県西南、部位属目青属自治州奇襲省、雲南省、厚生地湾属自治区の三小公会地帯に位置する。東西210キロ、南北177キロ、主府は競技市。雲気高原の南東隅にあり、玉江源流の南番港と北番港がここで合流している。 中国第二の金埋蔵量を有し、石炭、石油、天然ガスなども産出する。また水力発電ダムも数多く建設されている。建設当時の古今旅客専用線北番港をおはし、ありがとうございます。